型の扇風機の話、小型扇風機の話、以前お話ししましたけど、パソコンのねファンがうるさくて、ノートパソコンの内蔵されているファン、小さな扇風機みたいなね、ノートパソコン自体を冷やすような、クーラーのやつですね。それがファンがバーってなっててですね、うるさいと。で、頻度もね高くなってると、今まで例えば2時間に1回だったのがもう30分に1回、15分に1回になってると、でブーンってなってると、真夏でもないのに。で、これはやっぱりファンのね冷却機能が落ちてるんで、一番いいのはパソコンの裏開けてこの小型ファン自体を交換してしまうっていうね手があるし、なんならパソコン自体買い替えるっていう、もう古いパソコンなんでね、ということがね一番いいんだけども、まあその前にやっとく修理とかいう修理とかね、応急修理みたいなものがあればいいですよね。で、私が考えたのは、要するにこれパソコンが熱くなってきていて、この PC の内蔵のファンのね、冷却機能が落ちてると、ってことは外からね何か別のもので冷やしてやればいいんじゃないかと、そう私は考えたわけです。外から空冷してやると中のねファンの空冷と相まって、冷却機能が高まるということを私はね経験的に知ってるんですね。なんでかというと、まあ、数年前ですけども、真夏のね一番暑い時、カンカンに暑い時に、クーラーがつけられない部屋、クーラーがつけられない部屋でパソコンをどうしても使わなきゃいけないような、そういう時があって、ちょっとこれ暑すぎるのでパソコンも熱々になってるんで、この後壊れると、パソコンがね、どうしてもここで使わなきゃいけないんだけども、あんまり長時間熱々の昼間に使ってるとパソコンが熱で壊れるだろうと、でも使わなきゃいけないってことで、扇風機をねパソコンに当てて、はい、パソコンの後ろからですね、ノートパソコンの後ろから扇風機を下側に当たるように角度調整して、で扇風機でガンガン風をね吹かせるということをやったら、まあ、ある程度はマシになりましたね、暑さも。だからこれは有効なんだと思って、中の内蔵ファンで足りないときは外から風をねバンバン当てるという、そういうことをやってたんですね。で、現在は夏ではないんですけども、まあ秋口冬なんですけども、パソコンのファンがうるさい、つまり冷却できてないと、不十分であるということで、外から風を吹かせればいいと。で、夏場みたいにね大きな扇風機でバーってやるっていうのはちょっとこれ現実的じゃないですよね、寒いから。もう冬ですからね。だから小さな小型の扇風機みたいなやつをその熱くなった部分だけに当てて冷やすといいんじゃないかと。で、 USB で接続するパソコンを冷やすような小さな手に乗るぐらいの小型のファンというか扇風機、外付けのね、それがね昔100均で売ってたんですよ、300円の商品だけど。それ買ってきて、それをつないでねパソコンにあったりしてたので、あれがいいと思って、で出してきたら壊れてるんですよね。あんま回転が良くないと、接触不良なのか何なのか分かんないですけども、やはりこれ動く部品だから回転が悪くなってると。で、完全に分解して、修理するのもまあやってやれないことないけども、100均のものですからね、だから分解して修理するより買いに行った方が早いみたいな、そういうことがあるんで買いに行きました。はい、それでね、昔それを買ったとこ行ってないんですよね。これはね、季節商品みたいで、夏場しか売ってないですね。USB に接続するような小型の扇風機。小さな扇風機、ね、で、卓上扇風機っていうんですかね、このね。で、これは本当はね、顔とかに当てて、夏場涼しくなるっていうもので、季節商品だと思うんだけど、私はね、パソコンに当てて、その加熱した部分を冷やすっていうことをやってたんですね。だから、もともと季節商品だから、今、秋口冬なんで、もうないと。置いてないと。いうこと、いろんな100均もあって、置いてないみたいな感じで。で、結局ね、そのアンギャの旅、ね、行ったんですけども、
今日どうしても何か買って帰らないとパソコンが熱々で危ないぞみたいな、そういうね、嫌な予感がしたので、もう何かあったら買おうと思って、で最後の100均というか、あ、ここ行ってなかったなみたいな、そういう穴場の100均みたいなとこ行ったのね。そしたらね、いろんな候補があって、まず一つ、スマホを冷やすファン。例えばスマホのゲームとかやってるとですね、スマホ自体が熱くなるので動作が落ちるのね。だからスマホにペタッとつけて、冷やすような小型の扇風機みたいなファンっていうのはですね、これを使っちゃおうかなと。確か USB 接続だと思いますけども、あるいは充電器かね、うん、これ使おうかなと思って、さあ見たら500円とかそれ以上とか高いんですよね。どうしようかなと思って、で隣見たらですね、今度はもう本当に小さい、手の中に隠れるんじゃないかみたいな、そういう雰囲気の充電電池を入れるような、あ、小さな小型ファン、これ顔とかに当ててですね冷やす、あるいはこれもスマホに、クリップなんか止めてスマホ自体を冷やすという、そういう目的だと思うんですけども、それを300円ですね。でその300円のを買いました。で充電電池単4、2本入れたら動くんですけども、でこれをねパソコンの下から当てたり横から当てたりして加熱部分をね冷やすように、角度調整してやったんですね。そのパソコンのね冷却機能が増えますよね、内蔵ファンと合わせて。で、これは私のね主観ですけども、ちょっとはマシになったような感じがします。例えば音が小さくなったり、ファンの音が、パソコン自体のファンの音が小さくなったりとか、ファンが、回転する頻度が下がったり、だけどね、その充電電池使うし、そのずっとほったらかしってわけじゃないわけ、何時間かに1回充電電池を交換してやらないといけないんで、もうこれ大変と、1日ねパソコン使うときはですね、こう充電電池を 2,3 回交換するっていう、そのためにまた充電してみたいな感じで、まあミニ四駆みたいなノリでね、充電電池を大量に使うみたいな、ちょっとスピードしてきたらまた使うみたいなね。ですから忙しいんですよこれね、充電が追いつかなくて。だからねやっぱり USB 接続の小さなね、パソコン冷やすファン、これが必要だなと。またね、とりあえずはこの小型のでありますけども、充電電池でありますけども、またね夏まで待つか、あるいはそれ以前にあれば買うっていうね、一応の応急修理です。